はい、前は先生です。会社で、まあ、土地を買ったりして、まあ、1億円収入があって、3000万なら土地代3000万なら3000万で、税金の計算というふうに、見たときですね。また場合は、後で土地を売却したときは、その値段からまた引いて上の利益があって税金の対象になるんじゃないかと思うんだけども、車も同じじゃないの？買ったお金を引いて、もしプラスだったら、その利益というふうに計算するんじゃないのかな。全部が売った値段、ね、前に買った値段がその値段だったら利益ないわけですからね。商品仕入れた場合とかですね、同じように考えるとね、これ税金のやりくりはね、もっとちゃんとできるはずですよね。ちょっとどうなるかはちょっと入ったらいけませんけど、私税理士の免許持ってないし、まあ上級事務はね、はいいんですけれどもね、私はできるんですけども、これね、まあ自分がね、やるときじゃないと言えないし、教わってもいけないし、まあちょっとね、勉強もしないけれども、聞くこともできませんけれどもね、内容を言ってしまうと悪用する人はいるんでね、それを計画してやるというと、何度もね、その税金のね、対象物外のね、犯罪になっちゃいますからね。まあちょっとね、考えていろいろ見てみたんですけどね。で、関係ないけどね、あれ、全く関係ない話なんだけども、あれだね、寿司飯っていうのは、あれはね、これ砂糖と塩をね、もう入れちゃってね、米にね、お酢は入れないんですね、後にするんですけど、で、炊いた方が美味しいね。で、後に酢をね、かけて、酢だけね、かけて作った方が美味しいね。ただね、最初から酢入れると、ちょっと変な味になっちゃって、おもちゃみたいになるんで、ダメなんですけど、初めにね、酢と、あ、酢入れないんだ、砂糖とお塩をね、入れて炊いた方が寿司飯美味しいですね、結構ね。どっちがいいのか分かんないんだけども、でね、後から酢をね、まぶすわけです、酢だけをね。で、後から酢と砂糖と塩をまぶすとね、ちょっと味がね、ちょっと湿りが非常に強くなるんで、まあ、固めで炊いたりするんでしょうけれども、ちょっと味がね、難しいですね。だから初めからお酢と塩、あ、じゃあお酢は後で、塩と砂糖はね、もう炊くときに入れちゃってよく混ざるんですね。だからその方が美味しいみたいですね。後から酢入れる方がいいんじゃないかなって。で、酢はね、10分の1ぐらいは入れとくんですね。粒の中に酢味が少しある方がいいんですね。それで後から酢を
90% の米酢をまぶすと、それで冷やすというのがいいんじゃないかなと、ね、こういう僕ちょっと作ってて考えたんだけどね、その方が美味しかったですね。まあ分かんないけどね。あとそれから、まあ今回のね、投資の試験は1ヶ月間でマイナス130円ぐらいですね、マイナス。1ヶ月間でね、130円ぐらいマイナスでした。タイみたいなもんでしたね。だけども実際に投資すると、だから多くなるとね、マイナス120、マイナス130円だったら、マイナス130億円のね、というふうに なりますから、プラスにならないといけないわけですね。まあそんなにいきなりは投資できませんけども、試験投資でね、今もらうかな、デモじゃなくてライブでね、マイクロ講座でちょびっと1000ロットぐらいで投資して FX 調べたんだけど、まあ1週間とか3日ぐらいの分析だと結構いいデータが出るんだけども、外れるとめちゃめちゃやられちゃいますね、何連敗もね。それがあるんで、またちょっと1ヶ月2ヶ月3ヶ月の分析でちょっとし調べようと思いますね。で、慌てなくてもね、稼げる自動売買作っちゃったらね、もう1キロ兆円稼げますから、私ね。まあ、YouTuber なんかもあれだけど、年収1億円ぐらいは、結構多いですけど、それ、年収1億円だから少ないですよね。私の場合は、年収1兆円ぐらいは欲しい。1兆円じゃなくて、1K 兆円ぐらい欲しいですからね。世界の億万長者の100倍ぐらい稼ぎ、お金欲しいですからね。